物語シリーズ月物語、月物語は西尾維新による日本の青春会小説。物語シリーズの大10弾として講段社ボックスレーベルにて2012年9月に刊行された。イラストはボファン。2014年12月31日に東京 MXBS11 ニコニコ生放送にて月物語のテレビアニメが全4話一挙放送された。 現代の回を描き、大ヒットした、か物語のその後を描いた、物語シリーズファイナルシーズン終演三部作の第一弾。話数表記及びサブタイトルは、大体話、よ次ドールとなっている。偽物語最終話、月日フェニックスに登場した、頼む送信の道場、小野の清説がメインに据えられている。前作、 恋物語は1月から2月の頭にかけての時期だったが、本作はその後の2月中旬の時期になる。セカンドシーズンでは、語り手は主にヒロインズが担当していたが、本作では再び、ファーストシーズンの主人公である、あよしよし目くが担当する。本作では、彼のミニ異変が起こり、シリアスパートの比重が高くなっている。アニメ、偽物語の完結後に、 初めて刊行された巻であり、アニメ化に関するネタが入っている。発売日は2012年9月26日で、偽物語アニメコンプリートガイドブックと同時に発売された。パッケージイラストには UFO キャプチャーと予説が描かれている。小説のパッケージイラストに予説が描かれるのは今回が初。本書の発売に合わせてアニメートでは、 月物号発売記念グッズ同時購入キャンペーンが実施された。9月26日から10月14日までの間に物語シリーズ関連の書籍と関連グッズを同時購入するとアニメ、か物語か偽物語のイラストが描かれたポストカードがもらえるというもの。売り上げ部数は2012年10月14日までの3週間で約18万部。また、前作、 恋物語に引き続き、ブックランキングで2週連続で1位を獲得した。高校3年生のあよしよし目歴は、大学受験を控えた受験生である。2月のある日、小読みは、妹と風呂に入っている時に、自分の体に異変が起こっていることに気づく。自分の体が鏡に映らない。また、妹に踏まれ、骨折したはずの足の指も信じられないスピードで、回復してゆく。 まるで、吸血鬼のように。実は、小読みの影の中には、吸血鬼の幼女、おしのぶが住んでおり、彼女に血を吸わせると、しばらくの間、吸血鬼の力を得ることができるのだが、小読みは、最近、しのぶに血を与えてはいなかったにもかかわらず、まるで自分が吸血鬼になったような現象が起きている、ことに気づく。この謎を解くために、小読みは、不死身の会議の専門家である。 影縫い予言と、おの予の説に助けを求める。予言の診断によると、小読みが会議に対抗するために、幾度となく吸血鬼化してきた影響で、忍ぶの剣族としての吸血鬼ではなく、歴自身が生まれつきの吸血鬼になってきているらしい。そして、それを元に戻す方法は、ない。これ以上吸血鬼のスキルを使うと二度と人間に戻れなくなる。 暦は二度と吸血鬼の力を使わないと誓うのだが、その矢先に、さらなる悪い知らせが入ってくる。友達の神原春川の家に遊びに行っていた、妹のヒレンと月日が何者かに誘拐されて、しまったのだ。2012年12月31日に放送された、猫物語と同様に、2014年12月31日に、スペシャル番組として、東京 MXBS11、BS ニコニコ生放送の3メディアにおいて同時放送配信された。ありがとうございます。